おはようございます。5月22日月曜日発熱から11日の朝になりました。体調の方はですね、朝9時にですね測ったところ、体温は36度2分と熱はありません。で、体調の方もね熱が上がったりとかですね、頭痛がひどい頭痛がするってこともようやくなくなりました。もう本当にこれがようやく普通なんだなっていう生活に戻ってきています。で、このパルスメーターですかね、こちらの方で見てもですね97という感じでですね、体調が悪い感じになっていません。本当にようやく普通な感じに戻ったなっていう感じで、呼吸の苦しいってことないですしね。で、まあホテル2日目なんですが、まあ、特に困ったこともないですしね。あと、まあ食事の方が、朝8時、12時、18時だったかな。こんな感じで自分で取りに行くんですけど、朝食を取ってきました。で、これが、うわぁ、朝食です。あ、ひっくり返った。まず、朝の会長ヨーグルト。で、あとはパンとマーガリン。で、あとサラダとか、あと、あ、今日はオムレツかな。ただ、ここにチーズが入ってるんだ。チーズがこの辺に来て、どっかでぶっ飛んでます。まあでも本当にね、そんな、見た目がね、すごくボリュームがあるような感じの食事に見えるんですが、意外と、量もたくさんあるわけでもないですね。ちょうどいい量です。で、思った以上に美味しいです。もうこんな感じでね、お昼とか晩ご飯も出てくるんで、本当にありがたいです。まあ、今からは体力の回復をしていって、体調に向けて、体調を整えていきたいと思います。それでは皆さん、養生してください。